洗濯物を干すとこね、洋服ばかけんでって言うたろうか、さあんたんとだろこの T シャツ全部ね、違うと。いやそうね、なんでここかけると。いやごめんって。いやごめんって何回も言うとだけお母さんね、もう嫌とったん。一回がこう干したりなんかするときに対邪魔になる、服ばっとかしてね、あんたんとでしょこれ。もうその両方だよ、ね、じゃあもう部屋に持って行ってください。それ洗うならこっちに入れてください。ああそうでしょ。こっち洗う。はこっち洗う。いや持ってきて、ここここカゴあるけん、はい、カゴに入れてちゃんと。うん、あってねえ。あじゃねえ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 、何不思議でたまらん。お母さんはこれだけ注意しとるとよ、ね、見てる、ルク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 、ね、見てるね。こう T シャツね、帰ってきました、脱ぎましたね、これで終わりよ。ひろちゃんひろちゃん、ルクルクルク、じゃあいいもう見てる、ルクルクルク見てる、ね、見てる、脱ぎました。なんでこうなると。じゃあもうね、脱ぎました。なんでこうなると。分かってるって。洗うとでしょ。じゃあ脱ぎました、終わりだ。違う、それそんなもう汗物を嗅いでんかったからさ、うん、出るときまだ着よう思ったから、だからそのそこにかけ。じゃあまた着ろよ、洗うなよ、出るとき着よう思ったなら。違う違う、洗濯物増やさんで。もういやいいよ、洗うって。だから出えへんから。ちょっと持ってきて。もう何やねん、ほってこっち、はい、いや、とさっきもまた着ようと思ったと言ったでしょ。いや、でも着ひんかったから。あ、ちょっと持ってきてもらう。めんどくさいわ、せっかく入れたのさっき。はい、もう、はい、投げんの持ってきて、ちゃんと投げたやろ、自分は。はい、持ってきて。あんたが悪いと。分かったって。分かった分かったってね、簡単なことです。洗い物はこちら、ひろちゃん。洗い物はこのカゴ、まあね、洗わない物は部屋に持って行ってください。ここにはかけんでください。いやもうルール決めました。これからここにかかっとっとはね、うん、これからもうここにかかっとっとは誰のだろうとね、うん、どんなに高いものだろうと捨てます。なんで捨てんの。決まり、わかった。なんでよ。いや渡辺家のルール追加、ここにかかっとっとは全部捨てます。いや そんな洗ったらいいよ。ちょっと洗ったらええやん。だって簡単なことでしょ。脱いでここに入れる、かけるっていう意味がわからん、お母さんからさ。だからここに置いとったらもう捨てます。もう捨てるまでやらんてええやん。じゃあそこまで言わんと治らんけんか。もうわかった、捨てるけんね。捨てんねやな。うん、おいそこのジーパン、かかってるジーパン、これ捨てや。はい捨て、これあれだよ。はい捨てや、これ捨てや。お兄ちゃんとか捨てんねやろ。はい捨てや。だからあんた何よと。お兄ちゃんのジーパンでしょ。だからお兄ちゃんにも今日ちゃんと帰ってきたら注意して、これからここに置いとったら捨てますとお母さん言うけん。ちゃんとそういうルールば伝えてから捨てんと。お兄ちゃんこのルールまだ知らせたんけん、お母さんがいきなり捨てたら怒らせた。だからここに置いとったら捨てるってちゃんとお兄ちゃんにも言うけん。それでもかけとったら捨てます。だけど今日はお兄ちゃんが帰ってきた時にまた怒れるようにこうかけときます。この T シャツはこれはあのジーパンの下にかかる。あ、それ俺の。これ当たった。それ俺の。じゃあ捨てなんて。ちょちょちょ、すいません。やめて。あ、やめてやめてやめて。やめて。やめて。洗うとこはどっちか。いや洗います、洗います。洗って、洗って。と、持っていけば、はい、持っていけば。もうめんどくさい。はい、持っていけばよ。もう来てわかった。もうわかった。捨ててもいいよ。いやー、いい、捨て。チャンネル登録よろしくねー。